Remember that the support network you build in your career and in your life will help build belief in yourself and follow the path to your dreams. 私はバスケットはですね、もう10年以上前に引退をしておりまして、今働いてはいるんですけれども、さらにこれからの自分の成長につなげていきたいと思って。私は大学卒業までパラ水泳をしておりました、自分のキャリアを見つめ直すタイミングとしてもいろんなことを学びながらアウトプットできたらいいなというふうに思っております。東京オリンピックに出たのが34歳か、その年齢までちょっと社会経験がないっていうのがすごい自分の中でコンプレックスでだったんですけど、その経験を生かせるように社会に還元できるようにたくさんのことを学んでいきたいと思います。やっぱりスポーツに何か恩返しをしたいし、今まで水泳選手をしていて疑問に思っていたこの思いは、今の子どもたちも同じ疑問を持って、スポーツをしているっていうことを感じましたので、素直にですね、かっこつけず ありのままの自分で参加したいと思います。感動と希望と勇気以外の価値をアスリートやスポーツは届けられるんじゃないかなと。新たな地域スポーツ、これまでにないスポーツのあり方というものをアスリート発信で作っていけたら、またスポーツをやってきたのがすごく自信だったはずなのが、本当にビジネスの世界、社会に出ていた時に何も知らないというところの焦りをすごく感じて、今のこの若い選手たちもこのセカンドキャリアにしてすごく不安を抱えている選手が多いのを改めて感じた時に、何か選択肢を与えられるようになるかな、なれたらなと思って、そのきっかけとしてこの学びを参加させていただきました。よろしくお願いします。